はいどうも、鈴木悟です。今週も始まりました Take it easy チャンネル。今回はですね、メッセージをいただいている中から、私が K1 に出場した時に戦ったマイク・ザンビディス選手やマサト選手のパンチについてのことが聞きたいというメッセージをいただきましたので、今回はマイク・ザンビディス選手とマサト選手との試合について話していきたいと思います。それではどうぞ。まずはマイク・ザンビディス選手との試合の話ですね。まず K1 はまだ70キロ級がない頃から見ていて、すごいなと、面白いなと思って見てました。やはり格闘技全般的に好きなので、ゴールデンタイムで世界のヘビー級のでっかい人たちが戦っているというのを見れたのはすごく楽しかったです。しかし私はその頃はまだボクシングをしていました。その後ボクシングで日本ミドル級チャンピオンになるんですけども、それと同じくらいの時期だったかなと思うんですけど、 K1 の70キロ級ミドル級ができて、もちろんそれも見ていました。そしてそのテレビの放送の中でちょいちょいミドル級最強を決める戦いっていうワードが出てて、いや俺もミドル級チャンピオンなんだけどなと思って気にはなってはいたんですよね。その時はでもまさか自分がそこに出場していくとは考えていませんでした。しかしそれから時間が経って、2005年に K1 に出てみないかというお話をいただいたので、ずっと気になってたので出ようと思いまして、 K1 に出場することになりました。その K1 のデビュー戦がマイク・ザンビディス選手だったわけですけども、マイク・ザンビディス選手はもともとボクシングの経験もあって、ギリシャのオリンピック選手候補にもなっていたようなので、かなりボクシングの実力もあるということで、ボクシング対決みたいな感じで試合が組まれました。もちろん私はテレビで見てたので知っていました。ああマイク・ザンビディスとやるんだと思ってすごい驚きましたけどね。すごい豪快な右フックで KO をする選手だなと思っていて、あの山本キッド選手も KO されてましたからね。あの映像はかなり衝撃的でしたね。しかしボクシング対決なんて言われていても、 K1 に出ている以上はルールはキックボクシングなので、しっかりキックボクシングのトレーニングをして試合には臨みました。試合前の煽り V なんかでもザンビディス選手が K1 の厳しさを教えてやるというようなことを言っていたので、厳しさを教えてもらうのは嫌だけども、しっかりと K1 のルールのリングに上がるんだという気持ちで臨みました。そしていざ試合が始まったわけですけども、蹴られましたね。それでもキックをカットする練習はしていたんですけども、やはり経験不足なので、ゴングが鳴って戦うモードになったら動きがボクシングになってしまったんですよね。なので散々足を蹴られて引かされて倒されるという結果になってしまいました。ザンビディス選手はアイアンフックと言われる右のフックですよね。その右のフックでのワンパン KO がすごい多い選手だったので、煽り V なんかでもその映像すごい使われてたんですけど、私との対戦の映像だけは出ないんですよ。なぜならローキックでやられたから。いや悲しいですね。この試合の時に解説席に元ボクシング世界王者の畠山さんがいたんですけども、畠山さんもザンビディスがこんなにキックもできるんだなっていうのは初めて知りましたって言ってましたからね。そのくらい蹴られました。そしてパンチのお話なんですけども、ザンビディスのパンチは実際強かったですね。しかし本当にドンピシャのいいタイミングで入らなければ倒れないなという感じでした。実際あの試合の中でパンチが交錯してお互いの右と右で相打ちになってるシーンがあるんですよね。その時は私も危ないと思ってとっさに顎を引いて頭で受け止めたんですけど、それを受けた時に、あしっかりと顎とかにクリーンヒットしないと倒れなくて済むなと感じました。そういう打ち合いのシーンが出てきた時にチャンスだいけると思ったんですけど、1ラウンドの半分過ぎかそのくらいだったと思うんですけど、ザンビディス選手のローキックに合わせて左のジャブをカウンターで打ったら当たったんですよね。その瞬間ものすごい嫌な顔してこう体勢を整えてたんですね。その時にまたあいけると思ったら、そこからまさかのサークリングをしながらのローキック攻め。まさかあんなに蹴ってくると思わなかったですね。全然私の足が弱いのですぐに効かされてしまって、もう1ラウンドには相当足痛かったですからね。で2ラウンドでもう立ってられないぐらいになってしまって、 KO 負けという結果になってしまいました。残念。はい、続いてマサト選手との試合のことなんですけども、あの試合もしんどかったですね。しこたま蹴られました。まずパンチのことが聞きたいということですので、結論から言うとパンチは大したことなかったです。試合後の何かの番組で裏方の映像がいろいろ出てますけども、その中で腹効いてたとかパンチ効いてたとかいろいろ言ってるんですけど、足以外はどこも効いてません。そしてあの試合は試合前からいろいろありました。そう、舌戦が繰り広げられていたんですよね。
私もマサト選手とやるからには勝ちたいわけじゃないですか。なので何か揺さぶりをと思ってやったことなんですけども、別々の取材でマサト選手のコメントでパンチで倒すみたいなことを言ってたんですよ。なので私的にはザンビディス選手と試合をした時と同じ心境ですね。 K1 のルールのリングに立つ以上、 K1 のルールでキックも使えるんだから、パンチで勝負なんかしたら私には勝てないんだから、キックも使った方がいいというようなコメントをしたんですよ。実はこれには私的に思惑があって、こう言えばちょっと意地になってパンチで勝負してきてくれるかなと思ったんですよ。しかしそうはいかなかった。じゃあ蹴ってやるよって言われて蹴って蹴って蹴り倒すと考えが変わってしまいました。マジかよって思いましたよね。その時は思惑外れるみたいな。でいざ試合になったわけですけども、めちゃくちゃ蹴られましたねそれで1ラウンドの結構序盤くらいで私の右ストレートが当たったシーンがあるんですけども、あれ皆さんすごい盛り上がってくださったんですけども、あれ当たってないんですよ。マサト選手が顔を背けててクリーンヒットしてないんですね。たらればの話になりますけど、もし当たってたら倒れてたと思います。まあそういうところも強さの一つですからね。そしてあれが私の最初で最後のチャンスだったんですよ。マサト選手はあれ以降より警戒を強めて、私があの形を作れる機会はもうありませんでした。惜しかったな。そしてしこたま足を蹴られて倒されるという結果になってしまったわけです。マサト選手との試合のことはやはり皆さんご存知の方が多いので、マサト強かったみたいな質問とかよくされて答えてるんですけども、試合した直後ですね、試合した直後はいや負けたけどそんな強いとも思わなかったななんてことを言ってたんですよね。しかしその後も私もキックボクシングを続けていって、自分の実力がどん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 上がってくればくるほど分かってくるじゃないですか、キックボクシングのいろいろなことが。その時にいやマサト強かったなと改めて思いましたね。その後もマサト選手の試合など見ていて、すごい強い外国人選手とかに勝ったりしているわけじゃないですか。本当すごいなと思って今は尊敬しています。今はね。マサト選手との試合でローキックで負けたわけですけども、あれ今流行りのカーフキックなんですよ。マサト選手はローキックはローキックでも私のすねを蹴ってたんですよね。というのも、これも後々自分の実力が上がってきたから分かったことなんですけども、マサト選手のキックに対して反応してカットができたわけですよ。そしてマサト選手はカットされようが何しようが構わず蹴ってきてたわけですね。多分蹴ってカットされた時にこう思ったと思います。こいつのすね豆腐。本当にそのぐらい、要はキックボクシングの年季が違うんですよ。だから私のすねなんてふにゃふにゃだったわけですよ。そんなことも分かってないから、まあなんか負けたけどねみたいな軽口叩いてたわけですけど、自分がこうだん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 上手くなってきたらそういうことも分かってきて、その時行き着いた結論は、あれわざとカットしてるすねを蹴ってたなっていうことに気がついたんですよ。マサト選手のすねの硬さって結構評判ですからね。そりゃあ豆腐のすねじゃ受けきれませんよ。そしてもうすねがすごい腫れて大変なことになってて、治るまでに1ヶ月近くかかったんじゃないですかね。その間もトレーニングはしてましたけど、キックはもう蹴れない、痛くて蹴れないですね。で治ってきたのでキックの練習も入れてきたわけですけど、なんかいつまでたっても痛いところがあったんですよ。多分3ヶ月ぐらい痛かったんですよね。それは何なのかなと思って練習してる時とかも気になったりしてたんですよ。そしたら私あの試合の中で1回か2回かなローキックを打ってるんですけど、その時にカットされてすねを蹴ったところの打撲が残ってたんですよ。蹴られたところよりも自分で蹴ったところの方がダメージを負ってたということです。いやあのすねは硬かった。でもそれから悔しくて、ローキックでももを蹴られて効かされたんではなくて、すねをゴリゴリに蹴られて倒されたっていうのですごい悔しくて、トレーニングでランニングで公園とかまで行って、公園の入り口とかにこう車両が入らないように車止めみたいな、こういう形してるやつあるじゃないですか。とにかくあれを蹴ってました。すねを硬くしようと思って、何か信号待ちをしている時にガードレールにすねを打ちつけて硬くしようとしたりもしていました。でもそんなことしたら本当にすね硬くなってキックバシバシ蹴れるようになったんですけどね。何でも練習することは大事ですね。それがいいのかどうかわからないですけど、自分がいいと思ってやればそれでいいんです。はい、
今回は以上になります。この動画面白かったなと思ってくださいましたら、チャンネル登録やグッドボタンの方よろしくお願いいたします。私の試合に関する疑問質問や、あの選手どう思いますかなどの選手の分析、格闘技のテクニックに関する質問など聞いてみたいことがございましたら、 YouTube はもちろん Twitter、Facebook、Instagram の DM までメッセージよろしくお願いいたします。皆様のメッセージが励みになります。今回の動画もいただいたメッセージの中から作ったものですので、皆様のメッセージで動画が完成しております。これからもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画も楽しみにしていてください。鈴木悟でした。